学校に実際にいたサイコパスな先生参戦。1、体操着先生。先生が生徒の体操着や通知書、工作の作品などを持ち帰って家庭用ゴミとして廃棄した事件。犯行の動機は別の先生を困らせるためみたいなやったんやけど、被害者の生徒全然関係ないやん。最終的には器物損壊罪で罰金10万円になった。2、女子トイレ先生。先生が女子トイレの中に侵入してトイレの中を動画で撮影した事件。犯行の動機は性欲を満たしたかったため。しかもトイレの個室の中で待ち伏せしてて、隣の個室に人が入ってくるのずっと待ってたんやって。怖、卑劣すぎて言葉が出ない。3、監禁先生。先生が女子生徒を誘拐して山小屋の中に監禁して猥褻な行為をした事件。被害者は当時12歳の中学生。裁判ではこの女子中学生から死んで償ってほしいという主張が出たけど、懲役12年にしかならなかった。この先生、表の顔は真面目でしっかりした先生ということで慕われてたみたいやから、サイコパスとしか言いようがないと思う。みんなもサイコパスな先生には気をつけや。質問来てた。授業中生徒が居眠りをしています。生徒を叩き起こすのは犯罪ですか？結論、たとえ居眠りを起こすためであっても生徒を叩く行為は基本的には暴行罪になる。ただ例外的に暴行罪にならないケースが2つある。まず1つ目、生徒の同意がある場合、生徒側が先生、もし俺が授業中に寝てしまったら手でも起こしてくださいと叩き起こされることに同意していた場合は生。次に2つ目、先生の正当な業務と言える場合、刑法35条は正当な業務による行為は罰しないと規定している。だから叩き起こすことが先生の正当な業務と言える場合は正。ただそれでもいきなりバッコーンって叩き起こすのはアウトやろうな。政府になるにはわざわざ生徒をバッコーンって叩き起こすことが必要不可欠、最後の手段と言えるような状況が必要。例えばやで、遠足中の雪山で寝てしまった生徒、おいたけし、寝るな、このまま寝たら死ぬぞみたいな感じで叩き起こすの。こういう状況があれば確実にセーフって言える。他にも知りたいことあったらコメント欄で教えて。女子中学生が先生から平手打ちされて髪の毛を引っ張られたことにブチ切れて裁判所に訴えたら賠償金50万円が認められたケース。大丈夫？みんなも学校で先生から平打ちされたり髪の毛引っ張られたりそういうことされてない？俺の場合は高2の時に全校集会でびちゃくちゃと雑談したら後ろから思いっきり蹴っ飛ばされて3メートルぐらい前に吹っ飛んだことがある。ちなみにこういう先生の体罰や暴行は全部不法行為として損害賠償の対象になる。冒頭の女子中学生が先生から平打ちされて髪の毛を引っ張られたケースも学校側は裁判で生徒側の請求については認められません、請求棄却を求めますと主張したんやけど、結局は裁判で負けて賠償金50万円を支払うことになってん。体罰で賠償金が認められたケース他にも山ほどあるから、もし暴力的な先生がいたらこの動画保存して見せてあげて。質問来てた。先生が残り物の給食を無理やり食べさせたら犯罪になりますか？結論、刑法223条の強要罪になる場合がある。脅迫または暴行を用いて人に義務のないことを行わせたら強要罪になる。給食を食べるかどうかは生徒の自由で、少なくとも生徒の義務とは言えないから、脅迫や暴行で残した給食を無理やり食べさせたら強要罪としてアウト。例えば、大吉、給食を残さないで食べなさい、これぐらいの感じだったらセーフ。給食を残してる生徒を叱る行為は脅迫や暴行ではなく教育上の指導やから。他方で、大吉、給食を残さない、食べなさい、ほら、これはアウト。暴行を用いて食べる義務のない給食を無理やり食べさせたとして強要罪になる。もし先生から給食を無理やり食べさせられそうになったら、先生、強要罪は3年以下の懲役やでって一言教えてあげて。他にも知りたいことあったらコメント欄で教えて。訴えたら勝てる先生の違法な体罰12選。弁護士的には先生が生徒に体罰したら絶対にダメ。学校教育法11条にも教員は生徒に体罰を加えることができないと明確に書かれている。特に今から言う12個の体罰は絶対にやってはいけない。訴えたら勝てるで、1、頭を叩く、2、頬を平手打ちする、3、肩を押して突き飛ばす、4、頬を詰める、5、もみあげを引っ張る、6、背中を蹴飛ばす、7、ボールペンを投げつける、8、トイレに行かせない、9、給食を与えない、10、長時間別室に閉じ込める、11、長時間正座をさせる、12、長時間廊下に立たせる。以上が違法な体罰12個。体罰を受けた子はすぐに校長先生に相談するようにして。校長先生は法律上生徒に対して安全を配慮する義務を負ってるからすぐに対応してくれるはず。もし校長先生も無理やったらこの時は弁護士に相談して全員一緒にまとめて訴えよう。他にも聞きたいことあったらコメント欄で教えて。待って弱い。弱い。